3 0 6京王電気軌道300系電車は、現在の京王電鉄京王線に相当する路線を運営していた、京王電気軌道が1936年に製造した電車である。1936年に、日本車両製造東京支社で301の306の6両が製造された。外観は二十五型や二百型とほぼ同様の、片側に扉だが、 扉幅が拡大されている。1940年に側扉を増設して3、扉化。1943年に、型運転台化の改造がされた。1944年に、京王電気機軌道が、東京急行電鉄に統合される際、デハ2 3 0 0系2 3 0 1から2306に改版された。 2304.2305は1945年5月25日の空襲で消失したが、慶応分離後の1949年に、日車東京支社で車体を申請して復旧している。1960年に復旧車の2304.2305が2010系の付随車、スモールマルティー化改造され、 サハ2552.2553となり、他の4両も1962年に、付随車化改造をされ、サハ2509-2512となった。いずれも1966年から1968年に2700系改造車、ラージマルティに代替され、廃車となった。なお、1960年にデハ2500系2504。 が、デハ2307に改板され、本形式に編入されたが、1962年には、更新名義でのサハ2573が申請され、廃車となっている。廃車後はいずれも解体されており、現存するものはない。ありがとうございます。